月日は白帯の価格にして、行き交う年もまた旅人なり。時の移ろいの中で、もしかしたら違う時代で違う世界に生きて、私たちは出会うことさえなかったのかもしれない。きっと今日ここであなたと共にいることが奇跡でありんすよ。だから今宵の宴はもう二度と来ない宴。心いっぱい楽しんでおぐんなまし。